ある山間の小さな村に侍の墓が4つ並んだ。野心と巧妙に疲れた狂気の時代に、全く名利を顧みず哀れな百姓たちのために戦った七人の侍の話。彼らは無名のまま風のように去った。しかし彼らの優しい心と勇ましい行為は今なお美しく語り伝えられている。彼らこそ侍だ。黒澤明が描く壮烈な叙事詩。彼らはこの旗のもとに戦った。どういうわけだ、こら。これは田んぼの田の字、つまり百姓たち、この村だな。この丸は俺たちだ。6つしかねえじゃないか。俺はのけもんか。いや、この三角が菊千代様だ。これ七人の侍の中の変わり種、のそ立ちの暴れん坊。やろう、キャッタキャッタ。襲い来るは信氏、戦国の生んだ才郎の群れ。最後の決戦の日は雨だった。残るは13。これは全部フライデン。この前を通り過ぎると同時に追い打ちをかけて村の辻で挟み撃ちだ。勝負はこの一撃で決まる。